河原町バス案内所は、香川県高松市にあることでんバス、河原町駅バス停の案内所。ことでん、河原町駅とともに、ことでん河原町ビル1階に入っている。乗車券の発券業務や、以下カードの発売も行う。また、関連企業の四国高速バスが運行、もしくは予約を引き受けている路線の発券も、行っている。河原町バス乗り場についても、 本校で記載する。二千十四年三月三十一日までのバス停名は、河原町高松天満屋だったが、高松天満屋の閉店に伴い、翌四月一日より河原町に戻った。ふとじは本ターミナルが始発となる。あじ線、浦う線、高松医療センター、大学病院線、川島西し田線、高松空港リムジンバス、大川バスひきた 高材、下笠巨泉、高松聖高線湯さ、池西線大間屋線ショッピングレインボー循環バス東回り、イオン、高松線和野線塩野の江泉角高松駅業、高松市鹿救急医療、センターイオン高松東店業、ウィンズ高松無料、シャトルバス運転免許センター線、八島大橋線、ショッピングレインボー循環バス西回り、 日赤シャトルバス5.6番乗り場に行くには一度ペデストリアンデッキに上がる価値か通路に降りることが必須となる。ターミナル内は公道であり、バス以外の車両も走行しているため横断は非常に危険。2013年9月に本ターミナル内で老女が路線バスに跳ねられ死亡する事故が発生したことから、再発防止のため中央線上に狭い間隔でポールが設置され、 横断ができないようにされた。道乗り場の反対側にタクシー乗り場がある。このバス乗り場には高速バスは発着しない。ここから約400メートル西の中央通り沿いの香川銀行本店前にある県庁通りバス停からの発着となるが夜行便は停車しない。高松空港ム無人バスも降り便の一部は現在も通らない。また、 2015年10月1日に運行開始した町中ループバスは河原町駅東口発着となる。東回り西回りとも同一停留所なので注意を要する。ありがとうございます。